はい、占い館ルーチェトムです。今日もですね、見た時点から24時間有効占い3択の方ですね、やっていきたいと思います。これはね、もう時間朝昼晩関係なく、その見た時点から24時間有効のね占いになりますので、どうぞ直感で選んでみてください。それではスタートします。それでは今日も行ってみましょう。左から A、 真ん中 B、 そして一番右側 C になります。それでは皆さん、今日も直感でお選びください。よろしいでしょうか。それでは一番左の A から、じゃん。今日は A を選んだ皆さん、吊るし人の逆位置が出ました。吊るし人のカードで、ね、自身には生死というキーワードがあります。そして今日逆位置で出てますので、逆位置の意味としては現状を受け入れられずもがくとか、そういう意味がありますね。そうですね、今日のアドバイスをするとすれば、自分の無力さをね認めた瞬間、楽になれたりするはずです。うん、今日はねもがくくらいなら何もしない方が良いような結果にね、良いね、その方が良い結果をねもたらすこともあります。うん、今日はねいろんなことをね考えてる、あんまりね積極的に動くよりも、うん、これからの未来に対してのね、作戦をね考える日にねしてみると、ね、良い方向に向かいます。さあ、それでは真ん中 B いってみましょう。ザ・タワー、塔の正位置が出ましたね。このね、塔のカードはね、破壊というキーワードがありますね。そして正位置で出てるときは、ね、突如、ね、突然に見舞われるショックとかね、そういうような意味があります。もう突然ね、この絵にあるみたいにね、稲妻がバーンとね、来ちゃったりしますんでね、今日はね、警戒する一日にしましょう。どんなことを警戒するかっていうとね、やっぱり、大事故だったり病気だったりね、大怪我とかね、そういうものにもね特に注意してほしい。うん、ね、そうね、あとはね、なんていうのかな、何かね壁にぶつかったら今までと違うやり方をね試みたりするのも良い方向に向かいますね。そう、災いは回避しよう。そしてね、ある意味ね、その回避することだから、いろんなものをやり直して、ね、チャンスにもつながりますから、ここは思い切ってね、うん、新しい手法でいきましょうか。ね。まあ、どうせやるならね、ちょっとね、迷ってないでね、一気にバンと進んでみてください。はい。それでは最後に C を選んだ皆さん。C。いいですね。力のカードが出ました。力の正位置が出ました。このね、カードのキーワードはね、本質的な力というものがあります。うん。そしてね、これが正位置でね、出た今日は皆さん、C の皆さん。困難を乗り越えるという意味がこの正位置の時にはあります。なのでね、やっぱりね、いろんな悩み事があったり問題があったりするかもしれないけども、ね、ここまで来たんだからね、もうここまで来たらね、もう諦めないでね進んでしまいましょう。そして今までピンチだったものがね、チャンスに、ピンチがチャンス、ピンチはチャンスに変わる、ね、そういうようなね運気を持ってますからね今日。ね、しっかりね作戦を練って、協力者を募ってね、最後まで踏ん張れば勝利は目前にありますからね。今日 C 選んだ皆さん、頑張ってみてください。そんな感じでした。はい、本日の結果はどうだったでしょうか。よろしければ参考にしてですね、良い一日を、そして良い24時間をですね過ごしていただければと思っております。またですね、占い館ルーチェの方は多くのですね個性豊かな占い師さんの方がね揃っておりますので、よかったらホームページの方よりですね、鑑定の方もできますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。